ちと一緒に夢に向かって走ります。すっきり晴れた空が気持ちいいにゃ。お日様にもおめでとうって言われてるみたいだよね。今日はね、かよちんとまきちゃんにお誕生日おめでとうってメッセージをもらって、幸せな気持ちで眠ったところから始まってるんだ。いつもは早く寝ちゃうんだけど、明日誕生日でライブだって思うと楽しみでなかなか眠れなくって。でもかよちんとまきちゃんからお祝いのメッセージをもらったら、なんかすっごく安心して、いつの間にか眠っちゃってたんだ。2人のおかげで今日のリンも絶好調にゃ。お誕生日にミューズのみんなとライブができ